近藤麻理恵さんは、ときめく毎日を過ごすための片付けを提唱して一躍有名になりました。彼女の代表作となった本、人生がときめく片付けの魔法をはじめ、シリーズ累計200万部の大ヒットを記録しましたが、今や、海外でも、その勢いが止まりません。片付けコンサルタント、近藤麻理恵さんの人生がときめく片付けの魔法は、世界中でベストセラーとなっています。そして、2019年には、Netflix でリアリティ番組となることが決まりました。近藤麻理恵さんが、アメリカの家庭を訪れて、一緒に片付けをするという内容になるそうです。Netflix で、1月1日から、配信予定の「こんまり人生がときめく片付けの魔法」の予告編を見た海外の反応です。でご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。では、またお会いしましょう。日本って、いいね。